この頭が原因となっている病気の原因となっているんだったら、頭をどうやって剥がすかっていう研究をなされて、新日本延命学っていうのを創設されたと。全然痛くないでしょ。全然痛くないっていうか、こうやるわけですよ。挟んで。上に上にとゆっくりやります。上に上に、でこれも4本の指でちゃんと固定してやらないと頭が動いちゃうんで、上にですね、これをグーッと